決めたぞ。どれわしらの物語や。私に生きている時期バリ参ります。いってらっしゃい。お前たち、任務の結果を報告しろ。ダメでした。カグラちゃんには逃げられてしまいました。そうか、では引き続き任務に当たれ。どうしてヒマリたちはカグラちゃんを倒さないといけないんですか？それがわからないと任務もやりづらいです。処分の理由を知ったら心が少し楽になる、そう言いたいわけだな。はい、そうです。甘えるな。忍びの任務を何だと思っている。忍びの任務は心に重荷を背負うもの、影の仕事であるという意味では善人も悪人も変わりはない。綺麗事ではやっていけない、自らの手を汚すこともある。お前たちが目指す忍びとはそういう世界だ。はい、おっしゃる通りです。そうだな、キリア先生の言う通りだ。ごめんなさい、ヒバリどこか甘えていたかも。ヒバリちゃん、それを言うなら私もだよ。ホムラちゃんには言い返したけど、カムラちゃんのこと本当はずっと迷っていたんだ。よし、ヒバリ一丁やるか。カツネ、やるって何を？決まってるだろ、修行だよ修行。甘えた心を叩き直すには修行が一番だ。あたいも含めてもう一度それぞれが何で忍びを目指したのか考えようじゃないか。うん、ひばりも自分の甘さと迷いを振り切るよ。No!
って吹っ切れたみたいだな、ひばり。今の戦いには忍びとしての覚悟が感じられたぜ。ありがとう。忍びになればもっと不条理な任務に遭遇することもあるはず。だから力や技だけじゃなく心も鍛えなければなりません。今回の任務はいい経験になることでしょう。よし、儀式だ。甘さと迷いにとらわれそうになった時打ち勝てるように予防する儀式だ。そんなのがあるの？そうだ。では早速ひばりから。まみ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 。葛城さん、それぞれなんで忍びを目指したのか考えようと戦いの前に言っていましたよね。葛城さんが忍びを目指す理由はこういうことなんでしょうか。まあそれもあるかもな。よし、次はイカルガだ。まみ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 。どうしたんや、穂村さん。なんか浮かん顔しとるで。アスカたちと話をして複雑な気持ちになった。どういうことや。アスカたちの自分の忍びの道を貫く信念、あんな姿勢を私たちは失っていないだろうか。まあわしらは蛇女で道元に裏切られたからな。もう任務をバカみたいに信じることはできんな。そもそも私たちは抜け人ですから、今は任務があるわけでもないですし。上の人間を信じて任務に命を懸ける、それこそ忍びですものね。半蔵の子たちがちょっと羨ましいかも。ほな特訓でもしようか。は？戸村さんってそういう人やん。体を動かしたらいろいろ解決できる人や。何でもかんでも特訓で済ませるちゅうか。日陰、明暗だ。くよくよ悩むぐらいなら特訓あるのみ。鍛えて鍛えて鍛え抜いて強くなったその先に私たちなりの忍びの道があるはずだ。それでこそ戸村さんや。その特訓わしもやらせてもらうわ。よし、他のみんなはどうする。ああごめんなさい、私行かなきゃいけないところがあって。行かなきゃいけないところってどこなんだ。それは今は言えないのよ。それじゃみんな特訓頑張ってね。行ってしまった。ほなわしから特訓始めてもええか。はよ頭の中のモヤモヤを消したいんや。珍しいな、日陰。私は嬉しいぞ。遠慮なく始めてくれ。じゃあ久しぶりに何も考えんとやらせてもらうわ。行くで。日陰前順切る。任務開始。いくで。ほら、いくで。どうや。100連戦突破来たな。忍び転身。やるなあんた。なんでやねん。絶対負けへんで。
毎準備る。任務開始。行くで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 。来たで。100連戦突破。次。行くで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 。来たな。早うどっか行け。行くで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 。100連戦突破。ほらほらほら、しばく、どうや、任務達成。やりすぎてもう。見事だったぞ。ああ、気持ちよかったわ。しかし、問題はこれからどうするかだ。私たちの京都旅行は滞在期間が限られている。はい、私が福引きで当てたチケットは2泊3日ですから。短いね。はい、そこで報告です。あるか。実は私、この町のお偉いさんに営業をしてきたの。営業？そう。妖魔を1体倒せば500万で、巨大妖魔は追加ボーナスあり。京都から妖魔がいなくなるまでの宿の確保と、あとは…はるか、それはつまり…ええ。妖魔狩りが、ホムラグレン隊の初任務ってこと。500万？ゼロが多くて気を失いそうになります。はるかさん、ご縁の間違いではないのですか。あのね、ご縁の仕事なんてないわよ。感動だ。私は今猛烈に感動している。はるか、いいわよ、そこまでしなくても。でもこれからは任務なんだから、これまで以上に気合を入れてちょうだい。もちろんだ。さあみんな、妖魔狩りに行くぞ。みんなの顔に正気が戻ったわ。やっぱわしらはこうでなくちゃあかんな。ま、いつも通りやな。仕事だ仕事だ。ホムラグレン隊の初任務だ。妖魔の鳴き声がお金の音に聞こえますわ。妖魔を倒したらお金が入るってことは、私たちにもお給料が出るってこと？当然だ。初任務に初給料、なんともいい響きじゃないか。お給料が出たら何を買おうかな。ナラク、大丈夫ですか。私をヨーマからかばったばかりに。気にすることはありません。カグラ様を最後まで守る、それが自分の矜持ですから。矜持？矜持とは何なのですか。その意味と断り、ぜひ教えてもらいたいところです。わかりました。では説明します。おい、ナラク、お前血だらけじゃないか。ホムラか、つまらん口を挟むな。私は今カグラ様に血の伝達をしているところだ。何でもいいが、そんなことしているうちに出血多量で死ぬぞ。え？
に死なれては困ります。手当を、あなたたち手当をお願いします。神楽様の命令だ。お前たち手当てしろ。なんだか納得できないものを感じますので、裁縫針で傷を縫わせてもらいますわ。チッ、妖魔が来るぞ。黄泉と未来は奈落たちを頼む。妖魔は私がやる。ホムラ、舞順次よ。任務開始。誰であろうと切り刻む。敵は逆連戦突破。下げる。先行け。誰か私を止めてみろ。何が何でも焼き尽くす。消え上がったぜ。先駆け。ボディがガラキだ。道がなくても突き進む。よし、初任務終了だ。ホムラ、なかなかやるな。なぜ身構える。お前たちのことは前にも助けてやったはずだ。自分にとって神楽様以外は全て敵だ。だからこの命に代えても守る。アスカに聞いた話だと、完全に覚醒した神楽は妖魔を倒すためには見境がなくなるそうだが、それは本当なのか？ええ、それは本当だと思います。だとしても妙な話だ。それだけのことで善人の上層部は神楽の処分を支持するだろうか。まあいい、とりあえずこの疑似空間装置を使え。うまく使えば身を隠すこともできる。それで少し休むといい。なぜ自分たちを助ける。妖魔を狩るという意味では神楽は私たちの商売敵だが、完全に覚醒するまでは害があるわけではない。それにお前たちはどこか私たちに似ている。すでに分かった。この装置使わせてもらう。調子はいいみたいだな。少しずつ強くなっている。温泉。
結局神楽さんを見つけることはできませんでした。でも明日も任務は続きます。今日のところは温泉で疲れを流すことにしましょう。あ、お嬢様。ヨミさん、のんびり温泉に来ているということはまだ神楽さんを始末してはいないようですね。ええ、その通りです。そう、それは安心しま…危ない。床は滑りやすいですからお気をつけくださいね。お嬢様、助けていただいたのはあれですけど、あの、そのお嬢様の手が…え、もみもみ…ごめんなさい、違うんです。私別にそんな触ろうなんて。もみもみ…わかりましたから話してください。でも私も滑ってしまって、もみもみ…いやらしいですわお嬢様。もう話しましたからこれで大丈夫です。思わぬ先制攻撃でした。でも私もやられっぱなしというわけには。お嬢様、いつかあなたが言っていた裸で会話というもの、今ここでやりましょう。え？ただし語り合うのは言葉ではなく剣と刀で。イカルが舞い忍びます。いざ真紅の道に舞い散れ。休憩は終わりだ。こうやってサビとなれば、まじまじと眺めていました。ニュータッチ、逃がしません。イカルがの方が豊かなのですね。闇のタッチ、見ないでください。闇のタッチ、あなたこそ立派な胸ではありませんか。自制の句を読め。技あり。技あり。ただ栄養が全て胸に行ってしまったみたいで。お肌のキメも細かいですし羨ましいです。お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。どんなお手入れをされているんでしょうか。そんな、私は別に特別なことなど。何もせずともそんなに美しいお肌を維持するなんて。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。いいえ、お嬢様の方が美しいお肌です。お待ちください。なぜ私たちは褒め合いを。わかりません、戦闘中なのに。気を取り直して、いざ。ミノタツ、バザリ、支援方針一試験。待って、サビとなれ。支援方針一試験。まだですわ。任務再開。シグレット。こんなはずでは。絶対に屈しません。イカルが舞い忍びます。いざ真紅の道に舞い散れ。こうやってまじまじと眺めていますと、お体の方も豊かなのですね。見ないでください。あなたこそ立派な胸ではありませんか。
そんなことありませんわ。ただ栄養が全て胸にいってしまったみたいで、お肌のキメも細かいですし羨ましい。休憩はしまいや。でです、お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。どんなお手入れをされているんでしょうか。お兄様に顔向けできない。そんな、私は別に特別なことなど。何もせずともそんなに美しいお肌を維持するなんて。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。いいえ、お嬢様の方が美しいお肌です。わざい。お待ちください。なぜ私たちと戦わなきゃ。わざい。ちは褒め合いよ。戦わなきゃ。わざい。わかりません、戦闘中なのに。最後に決着。おやしよ。任務完了です。私の勝ちですね。いいえ、まだまだです。貧乏生活で養った体は頑丈だけが取り柄です。ひ弱なお嬢様と一緒にしてもらいたくありません。ボインとボインの大喧嘩、なんとか知って覗けんか。旅の恥は書き捨てじゃんか。なんとか勇気を出せんのか。なんですかこの奇妙な歌は。この声は。よよよよ、どうやら私たちの声を聞いて隣の男子浴場で殿方が興奮しているようですね。なんか冷めてきましたわ。仕方ありません、ここは一旦休戦にしましょう。よよよよ、止め逃げになりたいと切に願う。わかりました、それが妥当だと思います。当然の評価ですね。これも修行の成果です。もっと存在感出してくれよ。心臓止まるかと思っただろ。あんたが存在感出しすぎなだけや。それにわしは今来たところやし。ああそうなのか、なかなかいい歌ぞ。楽しんでこいよな。それだけでええの？戦いはせえへんの？はあ、分かってねえな。温泉といえば非武装中立地帯、裸になれば善人も悪人も抜け人もノーサイドさ。せやな。お、いちご牛乳、いいね。あたいも大好物なんだ。でもわしは風呂前に飲むんや。そうか、人によって違うもんだな。よし、あたいも買いに行こうっと。このいちご牛乳が最後の一本やったで。なんだって。石の盾、いざシンクの道に舞い散れ。なんのマネや、ノーサイドちゃうんか。確かに善人と悪人にとっては非武装中立地帯だ。だけどラスイチのイチゴ牛乳となれば話は別。その一本はあたいがいただく。っていうか、このいちご牛乳
お見かけやで。なんてこった！技あり！関係ないね。いちご牛乳はいちご牛乳だ。なんちゅう執念や。技あり！何か蹴りか。しばく。ほっ！ほら！てやす！ほら、行くぞ。こんなの、ナイツ！カツラギ、舞い忍ばせ！いざ、シンクの道に舞い散れ！なんのマネや、ノーサイドちゃうのか。確かに、善人と悪人にとっては非武装中立地帯だ。だけど、ラスイチのイチゴ牛乳となれば話は別！その一本は値がいたって！どうしてくれんの？っていうか、この一部で。おい！わざい！飲みかけやで。関係ないね！いちご牛乳はいちご牛乳だ！なんちゅう執念や。どうや？ああ、逃げてね。わざい！こんなのナイツ！うん、今日は調子が悪い。諦めてたまるか。カツラギ、舞い忍ばせ！いざ、シンクの道に舞い散れ！なんのマネや、ノーサイドちゃうのか。確かに、善人と悪人にとっては非武装中立地帯だ。だけど、ラスイチのイチゴ牛乳となれば。ああ、逃げてもらった。話は別！その一本は値がいただく！どないしてくれんの？これ。っていうか、このイチゴ牛乳、飲みかけやで。関係ない。どないしてくれんの？これ。イチゴ、なんてこった！牛乳はイチゴ牛乳だ！なんちゅう執念や。はよ、どっか行け！無理も道理もぶっ飛ばす！わざりしてくれんの？ヘリンサーキ！デッドスクリュードラゴン！しばく、どうや？どれ？しゃあ！デッドスクリュードラゴン！しばく、行くで。どれ？決着！おしまいや。まあ、ざっとこんなもんかな。勝った！やられた。わしの負けや。せやけど、負けたからといってイチゴ牛乳を渡すわけにはいかん。あー！全部飲み干しやがった！悪いの。わしは中途半端に残すの嫌いなんや。
帰ってこないんだな。あたいのいちご牛乳は。だったらあたいは風呂上がりに何を飲めばいいんだ。すまんの、あと残ってたのは京都限定の宇治抹茶グリーン牛乳ぐらいや。何？京都限定？せや。テンション上がってきた。それでも全然いいじゃないか。早速買いに行くぜ。おい、服着るの忘れとるぞ。まあええか、あいつは着ても着とらんでもあんま変わらんし。まあこんなもんだろ。これが力ってやつか。温泉は戦いの傷を癒す場。つまりここで争うのは愚の骨頂。というわけで休戦協定だ。飛ばしちゃいます。野牛舞しのぎ、いざ真紅の道に舞い散れ。任務中だ。どれにしよう。やめるか。